こんにちは。じゃあ受験生のメッセージをお願いします。今ちょうど青空綺麗ですね。はい、あ、綺麗ですね。去年1年ぶりですね。はい。こんにちは。いよいよ試験ですね。はい。試験、直前だからといって取り立てて特に何かしなきゃいけないっていうことはないんですが、やっぱりその日頃の積み重ねがそのまま試験に出ます。ただその自分の中でまだまだ足りてないなっていうふうに思ってる人は多いと思いますが、その足りてないって思うのはもうどの受験生も同じですからね。その自分の中でできるだけその試験前まで積み重ねればいいだけなんですよ。はい。ですね、四字熟を百問バトルとかでよく出て出すもので、はい、不言実行ってあるんですね。何にも口に出してわざわざ言わないで実行する、はい、に対して最近の人は有言実行っていう不言実行をまた造語って言って作り変えてですね、最近の人は有言実行でよく使い出してます、四字熟語。ね、まあ、それは新しい四字熟語なんですけれども、はい。で、有言実行ってことは、やっぱり意味があって、その、言葉に出すことによって実現する。はい。いわゆる言霊信仰、昔からの言霊信仰に基づいてるんですね。だからね、少しでも不安を感じたら、その言葉に出してみる。大丈夫だと。はい。逆にマイナスのことは良くないですね。はい。試験直前で。はい。もうダメだとかね。あ、もう無理だとか、そういう言葉一切発してはいけません。に出して、いいことの方がいいですよ。はい。自分はいけると。はい。で、今までの自分を信じろと。いうね、言い聞かせとして、言葉にする。そうそう、有言実行で言霊で、それが実現するんですよ、言葉が。実現するんですよ。ね。はい。で、それはその自分に対しての言い聞かせだけではなくて、その、自分は学科ですかね。学科の、例えばその教材なんか見ますよね。で、見たときに、ただ目でこうやって眺めるだけではなくて、はい。そこに書いてある文字、それね、いわゆる日本語であろうと、英語であろうとですよ。そこに書かれてある文字ですね。は、そこに目の前にある文字、それが本文だけじゃないんですよ。その問いの設問なんかも全部含めて文字になってますから、その文字をちっちゃい声でいいから声に出して読み上げてみる。これも言霊ですよ、これ。だからそうすると、道は開きます、これ。はい。だから何から何まで、その有言実行で、はい、言葉にして、ね、準備を、もう直前でね、言葉にしてですね、試験に臨むようにして、言葉を発するような環境を作って、試験に臨んでいくと、試験の時ですね、余裕が出るんです。これ、保証し、自分も経験ありますから、保証します。はい。だから、そのね、有言実行、ね、自分は大丈夫だと。その、いわゆるね、言葉には力が宿ってますから、その、良い言葉を有言実行、これでいきましょう。はい。で、とにかくね、今までやってきた自分を信じるっていうことに、その言霊の、ね、有言実行を乗せる。はい。はい、そうすると、実際試験の時にね、テンパらないで、余裕持ってっていうのは、その、落ち着いてですね、試験できる。落ち着いて試験受けられれば、点数上がりますから、絶対に。はい。有言実行で行きましょう。とにかく、学科チームとしては、皆さんのね、味方ですので、応援しております。とにかくね、全力尽くして、試験に臨んでください。頑張ってください。それで真ん中ぐらいになってますか。はい、あ、こんにちは。昨年もここからですね、メッセージということでお送りしたと思うんですけれども、早いものであれから1年流れてしまいまして、そしてまた新しいですね、受験生の皆さんがこれから受験していくということになるんですけれども、まあ、メッセージとしましては、去年
も同じことをここで言ってるんですけれども、まあ、一言で言えと言ったらですね、もっと苦しめという一言に尽きるかなと思うんですけれども、ちょっとひどいように聞こえるかもしれませんけれども、おそらく受験というか、まあ、受験だけではなくてこれから人生っていうことはの中で、まあ、辛いこととか苦しいことってあると思うんですけど、その中で、まあ、癒しとか、まあ、そういうものにすがりたくなる、あるいはそういうものを求めるっていう気持ちはとてもわかるんですけれども、ただ、アーティストっていうものを目指すのであれば、これは広い意味でのアーティストだと思うんですけども、いわゆるアーティストを目指すのであればですね、やはりその辛さとか苦しみとかそういうものがあって、それを乗り越えたり、あるいはその苦しみとか辛さとか悲しみの中で描いた作品に魅力が生まれるんではないかなというふうに自分は思ってます。なので今苦しいということは、今辛いということは、逆にそれはいいことだというふうに自分考えてますし、またですね、もっと苦しんでいいんじゃないかなと、そうすればより一層ですね、魅力的な作品が作れるのではないかなというふうに自分は思ってます。まあ、アーティストというのは基本的にですね、やっぱ辛いものを作ってきますので、自分が癒されようとするのではなくて、誰かを癒したりとか誰かを幸福に導いたりするようなものだと思ってます。そう考えていくとですね、まあ幸せっていうものをよく私は想定するんですけれども、まあ幸せな人は、幸せなものは誰も幸せにできない、去年も同じことを言ったんですけれども、その辛さの中で何かをやるから、辛さを乗り越えて、逆に言えばもっとその辛い方向に向かっていくからこそですね、人を魅了することができるのではないかなというふうに考えております。そして、まあ、人生っていうものも受験というものも、まあ、今回の受験というものはですね、その人生というものの通過点にしか過ぎないかもしれません。そして皆さんはアーティストとして、今後活躍していくわけなんですけれども、これからの人生、辛いこととか苦しいこととか悲しいことっていうのはいっぱいあると思います。で、今もそうかもしれませんし、今後もそうかもしれないんですけれども、その気持ちですね、それを誰かに分かってほしいとか、そういう気持ちがあるのも分かります。だけどそれに対して、まあ、誰も分かってくれないとか、そういうような、まあ、いわゆる反発心みたいなものも生まれてくる時もあると思います。厳しいことを言うようですが、あなたの気持ちは誰にも分かりません。これは誰にも分からないです。分かってあげようとしてくれる人々はたくさんいると思います。でも誰にも分かんないんです。ではどうするか、それは苦しい中で辛い中で一本でも多くの線を引くしかないと思います。もし誰かが手を差し伸べてくれて、それが優しさと感じて、それにしがみつきたくなる気持ちもあるかもしれませんが、その差し出してくれた手をあえて切って、さらに苦しさや闇の中へ突き進んでいくのも、またアーティストの道じゃないかなというふうに思っております。孤独になること、それを恐れないで、そしてあえて苦しみとか悲しみとかを受け入れて、それを抱きしめて、もっと深い闇に行ってほしいな。それがアーティストとして魅力的なアーティストになれる道なんじゃないかなというふうに考えています。ベストを尽くしてください。以上です。No tamoto. Hey.
皆さんあとは受験会場で成果を発揮してください。平常心を保って表情で試験会場では